ごきげんよう。今日はじゃじゃーん、キラピチ6月号っていうのを買ってきたんだよね。ブロックが隅っこ暮らしのステーションボックス、いろいろ隅っこ暮らしグッズがあるんだよね、ついてるんだよね。そう、隅っこ暮らし大好き最近ハマってるね。早速開けてみようか。団子込み、あ、これ、うん、隅っこ暮らしミルキーステーションボックス、開けていい？いいよ。あお、あ、かわいい。あ、なんかいろいろ入ってるね。なんだこりゃじゃあ開けます。あ、かわいい。ちょっとこれを開けよう。スタンプとカラーペン入ってるよ。おお、ほらスタンプ、うん、ちょっとどっか押せないか。あ、なんかやってみる。じゃこれでいいか。 あ、もうインクついてるんだね。あ、かわいい。かわいいね。いいじゃんいいじゃん。こんな感じ。カラーペン、カラーペン、なんか絵が違う。あー、裏表でね、違うんだね。お、お、すごいキラキラ、キラキラシールと、お、なんかこう、あ、それメモのやつだね。うん、あ、いいじゃんいいじゃん。付箋になってるんだって、ポストイット。ペンギン、かわいいです。ね、かわいいね。ケース、それ全部入るんだ。うん、多分ちょっと入れてみようかな。うん、シール、スタンプ、入った。あー、全部入るね、うん、かわいい。いいじゃんいいじゃん、かわいいね。それ初めてだね、買ったの。シールがいっぱい。なんかいろいろあるじゃん。スヌーピーとか、グデタマとか、リラックマ、うん、これなんだろう、これとかさ、知らない、これぜひ分かった人はコメントで、コメント欄に書いて、あ、そうだね、教えてください。でもこっちの書いてあるじゃん、なんかビーカーくんとかさ、おしこれ、ゴロゴロ、コロニアとか。なんだろう、ここにほら書いてある、名前が。ほんとだ、ちゃんと書いてあった。みんな知ってるのかな。あ、かわいい。あ、ここ、あ、切り離して、それが手紙書くやつになる、レターセットになるんだね。裏はなんか、なんか書くやつになってる。うん、お手紙書くやつだね。ほうほう、じゃ、あ、これもレターセットに。あ、いいじゃん、いっぱいあるね。あ、かわいいこれも裏がなんか書くやつになる、うん、これはいっぱい書ける。それはじゃあ切り離して使うんだね。うん、このキラピチっていうのは初めて買ったね。うん、見たことある？なんかどっかで見たよ、ね、あ、ほんと。なんか髪型とかなんかの。あ、そうなんだ。さえさ、この髪型してみたい。髪型とかいいね、参考になるねあ、これ今新しいやつ、ステラルーだ。うん、ステラルー。見て、この子バレエ習ってんのかな。あ、そうそう、バレエ習ってるね、確かね。このスイートかわいい。あ、かわいい。ペンギンかっこ本物だってかっこ本物って書いてあるから、やっぱりあの緑のはちょっと本物じゃないってことなのかな。ペンギン確かハテナってなってたよね。かっこ本物だ、本物が来ちゃったやっぱ住みっこ暮らし人気なんだね。あ、見て、なんか遊ぶやつとかある、すごい楽しそう、うん、リラックマかわいい。あ、スヌーピー、なんだこのおじさんたち、かわいい。これグンデタンマー、つむつむー、サイダーの方が好き。見て、迷路。え、なにこれ、うん、あ、ちゃんと漫画の紙になってる触った感じ、ね、あー、これかわいい。ラプンツェル、あー、え、こんなの出てたっけ、うん、これね、録画してあるよ。じゃあ今度見よう。あ、てれてれってぜって、マリオ、マリオ、なにこれ、なんか応募。あー、応募のやつだね。え、やりたい、応募、うん、じゃあ後でゆっくり見てみたいと思います。はい、皆さんもぜひ買ってみてください。それじゃあごきげんよう、また見てね、バイバイ。すみっこ暮らしじゃんけん、じゃんけんぽい、すみっこ暮らしチョキでした。